まず最初にご講演いただくのは大阪府耳鼻咽喉科医会理事音材真嗣先生です。音材先生は2001年大阪大学医学部を卒業され、その後大学病院や、国際がんセンターなどで一貫して、口腔がんを含む頭頸部がんの診療や研究に携われてこられた新進気鋭の耳鼻科の先生でおられます。また昨年、大阪市の鶴見区で音材耳鼻咽喉科クリニックを開院されておられます。見てお分かりの通り元気いっぱいお若い先生で、皆さんご記憶にあると思います。今年3月、WBC の侍ジャパンでは一番バッターラーズ・ヌートバーのような存在だと思っております。それでは音材先生張り切ってどうぞ。ただいまご紹介預かりました、大阪府耳鼻咽喉科医会理事で、鶴見区で、音材耳鼻咽喉科クリニックを開院させていただきました、音材ヌートバーと申します。よろしくお願いします。今日の内容なんですけど、そこまで、難しいお話ではないのと、朝ちょっとうちの子供に見せると、ちょっとパパこれ簡単すぎるって言われてしまったんで、まあ、ちょっと物足りないこともあるかもしれないんですけれども、まあ、ゆっくり聞いてください。まず最初に、耳鼻咽喉科医が、扱う、疾患なんですけれども、まあ、中耳炎や、蓄膿症、あるいは喉の炎症とは、まあ、皆さんご存知のことかと思います。ただぐるぐる回るめまいとか、まあ、顔面神経麻痺、あるいは睡眠時無呼吸や嚥下障害も、耳鼻科で担当しております。あと今日の話の内容ですけれども、いわゆる、まあ、頭頸部腫瘍、まあ、口や喉、あるいは甲状腺がん、大腺がん等も、耳鼻咽喉科で扱っております。本日の内容は、口と喉の仕組みと、あと、まあ、耳鼻咽喉科で見るがんについてお話しさせていただきます。で、その、まあ、仕組みがなぜ大事かというと、まあ、病気っていうのは基本的には正常な構造や、まあ、機能が障害されるので、その、まあ、仕組みを理解することによって、その病気がどういった症状が出たりとか、まあ、手術によってどういった障害が出るかっていうのがわかります。で、まず最初に、口の構造と、働きについてお話しします。まあ、これ口の中でも鏡の前で、皆さん口を開けて、見てみますと、まあ、こういうような形で口の中が見えると思います。まあ、簡単なつまり、唇があって、まあ、上顎があって、ベロがあって、まあ、歯と歯肉があってっていう、形なんですけれども、まあ、ちょっと詳しく、見ていきますと、まず口の中を開けて、まあ、ベロをベーって出しますと、まあ、唇と歯茎があって、それでベロっていうのは結構喉の奥の方まで、続いていってますので、前の方は舌苔があって、まあ、奥の方を舌根部と言って、まあ、この2つちょっと、まあ、働きが違います。そしてベロの裏側の、ところを、まあ、口腔底と言います。さあ、今上顎のところで、まあ、手で触ってもらったら分かると思うんですけど、まあ、硬いところと、まあ、奥は柔らかくなっておりまして、硬いところは口腔外、柔らかいところは軟口外と言います。でほっぺたの内側は、胸粘膜で、まあ、歯茎の上と下の間を、まあ、嗅後部と呼んでおります。で奥の方に行きますと、口蓋水、いわゆる喉チンコがありまして、その横のところ、まあ、口蓋球というと、まあ、粘膜が弓状になっておりまして、その間にいわゆる扁桃腺、口蓋扁桃が位置しております。でももうちょっと、まあ、詳しく見ていきます。で例えば、ベロの表面というのはどうなっているのでしょうか。まあ、ベロというのは一見、まあ、ツルツルしているように見えます。で、ただ実際カメラでずっと奥の方を見ていきますと、まあ、喉チンコ、ベロの奥の方にちょっともこもこした、隆起が、ここに見えると思います。さらに、ベロの方、横の方をぐーっと見ていきますと、横の奥の方、ここもちょっと粘膜がたるんでもこもこしております。で、これは、まあ、遊郭乳頭と葉状乳頭といいまして、まあ、味覚に関して働いているところで、まあ、時々こうしたボコボコっていうのが、まあ、腫瘍と、間違える場合があります。次に、まあ、唾液はどこから出ているのでしょうかということで、唾液を作るのは大きく言うと耳の下の耳下腺、オタフカゼで腫れるところと、まあ、顎の下の顎下腺というものがあります。で実際、またこれもカメラで、見ていくと、まあ、ほっぺたの内側のところよく見ていくと、こう小さい、まあ、穴が開いております。で、さらにベロの裏側のところ、
こうぐっとちっちゃ、見ていきますと、まあ、ちっちゃい穴が開いておりまして、結局唾液っていうのは作られて、まあ、そのちっちゃい穴から分泌されており、まあ、口腔や腸粘膜では、まあ、実際唾液から出てくる、まあ、小さい穴が開いております。でその口の働きなんですけれども、まあ、大きく分けると味覚あるいは唾液の分泌、まあ、ものを噛む咀嚼と高音という働きがあります。でその味覚に関してなんですけど、味覚というのは未来というもので味を感じます。で未来というのは、まあ、漢字で書いていると、まあ、細胞が集まって、まあ、つぼみのような形をしており、その大多数は先ほど申し上げた、まあ、乳頭についております。これベロの方をちょっと拡大していきますと、まあ、乳頭上に粘膜が盛り上がったところに、まあ、小さいつぼみのような、細胞の集まりがあって、まあ、拡大していくとこういうふうな形になっており、まあ、味物質を感じて、神経で、味覚を感じております。であとはまあ唾液の分泌なんですけども、まあ、唾液っていうのは結構まあ大切で、まあ、消化作用であったり抗菌作用あるいは粘膜の保護する作用があります。続いて、まあ、歯とベロで物を噛み動くという咀嚼という働きと、まあ、高音で、その、まあ、高音というものは、まあ、いろんな、組織が、まあ、いろいろ噛み合って言葉を作っており、例えば唇がないとこうパ、バ、マっていう言葉が使えないし、ベロの先端が動かないとタ、ナっていう言葉は言えない。またサなんですけど、まあ、歯がないとこうスッという息が出せないので、まあ、あの唇やベロ、歯がなくなるとやっぱり高音というものは、うまいことできなくなってしまいます。続きまして、まあ、口の奥の方、まあ、喉の構造と働きなんですけれども、まあ、喉、まあ、どうなっているんでしょうかということで、大きく分けると咽頭、喉頭、気管、食道というものに分かれております。でさらに咽頭というのは上咽頭、中咽頭、下咽頭というふうに、まあ、上中下で分かれておりまして、上咽頭というのがちょうど、上咽頭というのがまあ鼻の突き当たりのところで、中咽頭というのがちょうど、まあ、喉ちんこと扁桃腺の高さで、食道の入り口の方になっていくと、まあ、下咽頭の方、まあ、こういう高さで、分けております。で実際、まあ、上咽頭ってどういうふうになっているんでしょうかということなんですけれども、これは上咽頭で鼻の、突き当たりのところなので、まあ、鼻から、まあ、カメラをずっとまっすぐ進んでいった、ちょうど突き当たりのところ、これですね、ここは、上咽頭という場所になります。で見て、分かる通りなんですけども、まあ、ちょっと穴が開いており、ここは、まあ、耳管といって、まあ、耳とつながっていく、まあ、管の出口があるので、まあ、特に、まあ、ちっちゃい子どもさんとかは鼻が奥に溜まってこの、まあ、穴が塞がってしまうと、まあ、中耳炎になりやすいということになります。ちょっと写真で分かりにくいんですけれども、ちょうど上のところにアデノイドといって、まあ、扁桃腺の仲間があります。これが上咽頭です。次にその下の中咽頭というところは、まあ、口の中からまっすぐ奥に進んだ高さが、いわゆる中咽頭という場所になります。で口の中をずっと進んでいくと、まあ、喉ちんこがあって、まあ、口蓋水があって、それでこの突き当たりのところ、ここが大体中咽頭という場所になります。でここにはいわゆる扁桃腺というものがあって、奥の方にちょっとまあパラッと見えているのが、これが喉頭蓋といって、まあ喉に蓋をする、蓋になっております。でこの中咽頭というもの、今度口からではなくて、ちょうど鼻の奥、上咽頭から通って、見ていきますと、ちょうどここをぐっと下に向いていって、この辺りが中咽頭という場所になります。でちょうどここが、まあ、いわゆる舌根部で、舌根部というのも、まあ、もこもこした、まあ、いわゆる舌根扁桃という組織があります。でその下に進んでいくと、それが、まあ、下咽頭と、喉頭という場所になります。で先ほどの、まあ、喉頭蓋の蓋があって、その奥にこう声帯というのがあって、これが、まあ、声を出しているところです。で、この白い筋が喉頭で、その奥の、まあ、くぼみ、ここはいわゆる下咽頭という場所で、まあ、いわゆるご飯が通っていく、まあ、食道の入り口に当たるところになります。で、喉の働きなんですけれども、まあ、基本的には食べ物の通り道であって、さらに今空気の通り道ということで、喉の働きというのは、まあ、呼吸の機能と嚥下機能あるいは音声機能、まあ、この3つが、バランスよく、まあ、働いているところです。なので、まあ、要は息を吸いながら、まあ、食べながらしゃべるという、まあ、その、バランスが、大切です。でまず呼吸なんですけれども、呼吸というのは、まあ、基本的に鼻と口から息を吸うと、まあ、気管の方に、まあ、息を吸い込みます。でここで大事なのは、
まあ、皆さん鼻水っていうのはまあ結構1日かなりの分泌されており、まあ、その半分以上っていうのはその呼吸時のまあ過失で消費されております。なので、まあ、鼻呼吸ができなくなると、まあ、口が乾燥してしまうということになります。続きまして嚥下、まあ、これは大事なんですけど、嚥下っていうのは基本的には、食べ物が口から、食道の方へ流れていく過程を嚥下と言います。で、まあ、嚥下っていうのは大きく分けると口腔器、咽頭器、食道器と、まあ、3つの段階に分かれておりまして、まあ、口の口腔器の段階は、まあ、ベロが食べ物を、まあ、奥の方に、まあ、押し込んでいく。でこの時大事なのが、まあ、軟口がいわゆるのどちんこのところが上にピュッと上がってこう鼻の奥を閉鎖するっていうのが大事で、ここが閉鎖しないとご飯がピュッと鼻の方に逆流してしまいます。で、そこを越えると、まあ、ベロが今度後ろの方にグッと動いて、それであと大事なのが喉がこうごっくんってするとみんな上にプッと上がるんですね。で喉が上がることによって先ほどのまあ喉頭蓋という蓋がペタンと倒れて、それで気管を塞いで、それでまあご飯が奥に流れていくっていう形になります。で次にご飯が、まあ、下咽頭が食道に流れていくんですけども、この時もその下咽頭の粘膜がピッと弛緩し、それで、まあ、あの入り口が開いて食べ物が奥へ流れていきます。でこれが、まあ、嚥下の、まあ、一連の動きになるんですけれども、まあ、食べ物がずっと奥に流れて、それで、喉頭がパッと蓋をして、それでまあ食事が流れていくという形になります。で、次にまあその嚥下というものがあれば、まあ、誤嚥というものがあって、誤嚥というのは、まあ、あのきちんと飲み込めない状態というのを誤嚥と言います。で、先ほどのように、まあ、ちょうどここで本来は食道の方に食べ物が流れていかなくちゃいけないけども、まあ、気管の方に入ってしまう、これが、誤嚥という状態です。でまあ、なんで起こるのかというと、まあ、やっぱりその、まあ、加齢であったり、まあ、体重が減少してしまって、まあ、押し込む筋力が弱ってしまうと、誤嚥というものが起こしやすくなりますし、あるいは手術、また手術によって組織が欠損してしまうと、誤嚥というものを起こします。まあ、さらにはまあ脳梗塞等でも、まあ、動きが悪くなると誤嚥というものを起こしてしまいます。で、3つ目の機能なんですが、まあ、音声機能で、これが喉の、まあ、先ほどの動画と同じなんですけども、息を吸うときに開いて、で声を出すときにまあ声帯が閉じて、で、声帯が閉じているときにまあ気管から空気がヒューッと出してきたときに閉じた声帯が振動して発声というものを行っております。で、次に耳鼻科で見るがんについてお話しさせていただきます。でそもそもがんって何なのかと言いますと、がんっていうのは、まあ、異常な細胞が、まあ、突然パッとできてしまって、まあ、それが、徐々に、上昇し、まあ、がん化し、それで、まあ、周囲の組織を、まあ、破壊していく、これが、まあ、いわゆるがんっていうものであって、で、まあ、大きく分けると、まあ、口の中や食道、胃の、まあ、粘膜にできるものをいわゆるがん種、骨や筋肉にできるものを肉腫、あるいは、まあ、白血病やリンパ腫などの血液のがんがあります。で次に、まあ、がんはどこにできる、できないということなんですけども、がんというのは基本的にあらゆる場所にできる可能性があります。ただ、まあ、あの髪の毛であったり歯のエナメス、爪など、まあ、血管の通っていない部位には、できない、まあ、それ以外の、まあ、ただあらゆる場所にがんはできます。でそのあらゆる場所に、できるがんの中で、その耳鼻咽喉領域のがんについてお話しさせていただきます。でその耳鼻咽喉科で見るがんなんですけど、基本的にはその頭頸部外科領域というものが耳鼻咽喉科で見るがんになっております。その頭頸部外科領域というのが、まあ、頭から首までで、まあ、脳は脳外科、目は眼科ということで、まあ、脳と目を除いた、頭から鎖骨の上までのがんを、担当しております。で、その頭頸部外科の分野を担当するのが、まあ、耳鼻咽喉科医ということで、これが、まあ、学会のホームページなんですけども、その、まあ、頭頸部外科というのはなかなかこう世間ではやっぱり分かりにくいということがありまして、その耳鼻咽喉科の、まあ、母体自体が2021年に、まあ、その日本耳鼻咽喉学会から、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会に、名称が変更になりました。でその耳鼻咽喉科で見るがんなんですけども、いわゆる頭頸部がん、例えば鼻であったり口であったり、喉、あるいは唾液腺、まあ、甲状腺がんなどが、我々の担当する、がんの領域になります。
で、まあ、例えばそのこれがまあ鼻のがんなんですけれども、これ鼻の中の、まあ、カメラで見ていきますと、こういう鼻にこうもこもこしたようなものがある。で、鼻の中に関してはカメラで見てすぐ分かるんですけれども、いわゆる副鼻腔がんという、まあ、ほっぺたのところに関してはなかなかこう分かりにくくて、ある程度進行して、まあ、ほっぺたがこういうふうに、まあ、腫れてきた状態で分かる場合があって、まあ、症状としては、まあ、鼻血や鼻詰まり、あるいは顔の腫れというものが代表的な症状になります。次、まあ、耳鼻咽喉がんで、まあ、口の、がんなんですけども、口の中には、まあ、ベロであったり、歯茎であったり、口腔底などがありまして、まあ、ベロに関しては、実はベロでできる場所はその舌咽部位といいまして、ベロの、まあ、脇の方に、できることが多いので、まあ、こういうふうにベロの奥の方に、腫瘍があって、あるいは、まあ、歯茎にできるものに関しては、こういうふうに歯茎が盛り上がっているように映ります。でこれが口腔底、まあ、口の裏側にこういうもこもこしたもの、これが、我々の担当している口腔がんになります。次に、まあ、上咽頭がん、まあ、鼻の突き当たりのところになるんですけれども、まあ、ずっと鼻の奥の方に進んでいって、まあ、一番突き当たりのところ、まあ、こうもこもこしたものがあって、これが、上咽頭がんになります。その上咽頭がんというのはなかなかこう、まあ、分かりにくい、場所でして、例えば先ほど申し上げたように、まあ、時間というものがありますので、まあ、ここにがんが浸潤すると、いわゆる中耳炎のような症状が出てくるので、まあ、耳が悪いと思ってたら、まあ、ここに悪いものがあったとか、あるいは上咽頭というのは一番喉の上になって、まあ、脳みそに近いところになりますので、まあ、脳神経症状が出て、気づかれる場合があります。次に、その下の中下咽頭がんなんですけども、これは中咽頭、まあ、扁桃腺のところの腫れがあったり、まあ、下咽頭に関してはこの食道の入り口のくぼみのところにこういうふうにもこもこできて、これちっちゃい間ではなかなかこう症状が、まあ、出にくいことが多いです。そしてやっぱ大きくなっていくと、かなりその息を吸う、まあ、声帯も塞いでしまうので、まあ、息苦しさ等で、まあ、気づかれる場合があります。で、続いて、まあ、下咽頭横になりますけども、まあ、喉頭がんなんですけども、これ、まあ、ほとんどこれはまあ喫煙が原因になりますけれども、まあ、声帯のところにこういった腫瘍があったり、でここにできる場合はちっちゃくてもすぐにまあ声がかすれてきますので、かなり早期で発見される場合が多いです。でただこう声帯がちょっと離れた場所にできてしまいますと、こうなかなか症状が出ないので、発見が遅れる場合があります。で症状としてはまあ声のかすれや、あとはまあ息吸う、その入り口になりますので、まあ、ちょっと息苦しさ等が、その症状になります。で、他にも首の腫れに関しても我々耳鼻咽喉科で担当していまして、ちょうど首の前のところのまあ甲状腺であったり、まあ、顎の下や耳の下のまあ耳下腺等も我々が担当しております。で、その耳鼻咽喉科で見るがんというのは、まあ、基本的にはいろいろながんがあります。そして、まあ、いろんな働きをしてますので、まあ、会話や食事など、まあ、いろいろな機能が障害されます。ただ、まあ、こういったものもなるべく早期の段階で治療すると、まあ、後遺症も少なく、治療することが可能です。で、まあ、実際どんな検査を進めていくなんですけども、基本的には耳鼻科領域のがんというのは、いわゆる血液検査の腫瘍マーカーというのがあまりないので、まあ、基本的にはまあ見て触って、で口の中は見て触ることができますけれども、まあ、喉の奥の方はなかなかパッと目は、見ることができないから、まあ、カメラや内視鏡で観察します。ただこの見て触ってカメラで内視鏡でというのは基本的にもうその日のうちに比較的今手軽にできますので、まあ、何か気になることがあったら、病院を受診していただくと、まずここまでは簡単に検査することができます。でそれでまあちょっとこう怪しいなというやと、まあ、細胞を取ったり組織を取ったり、あとはまあいろんな画像の検査を進めていくんですけれども、こうした検査はまあ専門病院で進めていくことが多いと思います。で、まあ口や喉に何かまあ異物感があったりとか、まあ、口内がなかなか治らない、まあ、首になんか腫れができているとか、まあ、そういうようなことがあったら、まあ耳鼻咽喉科医、まあ、頭頸部科にまあご相談してください。以上で、お話し終わらせていただきます。どうもありがとうございました。